西島和の由来の石碑西島和紙は山梨県南駒郡美濃部町の西島地区で製造されている和紙である。西島和紙が伝来する西島地区は県南西部に位置する。甲府盆地から南の県南西部の一帯は河内地方と呼ばれ、西島地区はその北部にあたる。西島地区は河内地方を南北に流れる富士川に接し、 西島地区はその右岸に立地する。周囲は山岳地帯。貝の国において和紙の生産は古代から行われ、演技式では高能物の一つとして挙げられている。室町時代には前奏の二道修身の空下州においても貝の和紙が取り上げられている。中世には西島の北市川和紙として発展した市川大門、福祉などが和紙の特産地となった。 西島足の源流は伊豆国の修善寺市であり、戦国時代に西島に居住していた持月清兵衛が田形郡立の村を訪れ、三股を原料とした三股紙の製法を学び、持ち帰ったとされている伝承がある。この伝承によれば清兵衛は持ち帰った三股紙を元に元気2年より西島地区で製造を行い、完成したものを、 武田信玄に献上したところ大変喜び、武田有美氏の主品を生米に賜ったほか、西島での生死の認可と生米を役人に命じたという。西島和紙は江戸時代になると、京南地域各地で作られるようになったが、明治時代になると、洋紙の普及から縮小され、和紙の製造は西島地区と市川大門地区のみになった。一方で戦後になると、 使用済みの和紙をリサイクルしたものや、藁を使用した諸版紙、河川紙といった新たな原料、製法が確立された。現在では、西島和紙の伝統を継承するための共同組合が設けられ、また、西島和紙を展示、販売している、三延町中と三和紙の里が作られている。ABC 西島和紙の歴史、ありがとうございます。